はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ第204回でございます。今回テーマが花尾さんコラボを終えてという先日投稿させてもらったコラボ動画の、まあ、感想とか、あとまあ舞台裏、ちょっと裏側的なところも話していけたらと思いますので、よかったらお付き合いください。じゃあ早速ね、話していこうと思うんですけど、なんか今回俺テーマの下のカッコ、左上のカッコの字おかしいよね、絶対ね。太さも違うし、ごめん。なんかすげえテンパったね。気にしないで。じゃあ、行きましょう。で、まぁ、今回、おとといね、このチャンネル初めて、6年目にして初めてなんですよね。コラボ動画を今回撮らせてもらって、で、花尾さんとね、デンガンさんに一緒に撮らせてもらったんですけど、で、まあ、どっから話そうかな。まあ、ひとまず感想からいきましょうかね。感想はもう幸せでした。もともと自分がね、花尾さんの動画のファンで、で、もうどのぐらい前だろう。1年か1年半ぐらい前から、多分登録者がね、まだ5、6万人ぐらいの時に多分初めて見た気がするんですけど、めっちゃハマって、その時から。で、よく見てたんですよ。で、去年のクリスマスかな、クリスマスぐらいに自分が初めて質問コーナーっていう動画を撮ったんですね。その時に、まあ、本当にね、好きな YouTuber さん誰ですかって言われたんで、質問があったから、花尾さんと当時、千早さんっていう二人のね、まあ、千早さんご存知の方いると思いますけど、が好きなんで名前を出させてもらったの。まあ、もちろん他にもいっぱいいるんですけど、で、そこから花尾さんと、こう、まあ、Twitter で繋がらせてもらって、まあ、LINE をさせてもらったりとか、する中っていうほどでもね、言い方はちょっと失礼ですけど、関係になって、で、春に本当は撮る予定だったんだけど、ちょっとスケジュールがうまく合わなくって、うちらの。で、今夏にこう伸びちゃったんですけど、でも今回ね、こうやって撮らせてもらえる運びとなりました。で、だからもともと自分がファンというか、本当ファンだね。そう、好きだったから、で、花尾さんのね、家で撮ったんですけど、もうみんながいつも見てるとこですよ、花尾さんのね、お家で。もうね、超緊張した。緊張したしけど、もうね、なんだろう。多分ね、自分がもともと好きって言ってるから、安く聞こえちゃうかもしれないんですけど、実際にお会いしたらね、もう、会う前以上に、もう、花尾さんとデンガンさんのファンに、もうなんか一人の男としてすごい好きですね。ってぐらいに、いい男だし、いい人です。はい。別に売り込むつもりに言ってるわけじゃなくて、本当に素直にそう思う。で、まあ、もともとね、なんで花まったかっていうと、自分がこれ個人的な意見ですよ、本当に。意見ですけど、花尾さんの動画っていうのは、あんまり他の YouTuber さんにない魅力があると思っていて、で、何の魅力かっていうと、まあ、基本的に、まあ、ね、半大っていうこともあって、やっぱり、なんだろう、ちょっとこう知的なボケというか、いうのがやっぱり多い。多いけど、ガンガン下ネタも降ってくるし、まあ、ウームの闇って言われるぐらいだからね。言ってくるんだけど、で、基本的にはエンタメ要素が多いじゃないですか。もちろん真面目なね、受験の質問とかにもあったり、あと勉強動画とかもあったりしますけど、エンタメなんだけど、その笑えた後に面白かったって後に、よっしゃ頑張ろうって思えるの力があるのね。俺の中で花尾さんの動画っていうのは。で、もちろんそういう風に思う方は他にもいらっしゃるはいらっしゃるんだけど、ああ、面白かったで終わらないのが、俺はすごいそこが好きで、好きだし、あ、これは多分、その花尾さんとか、そのね、出演されてる演者の方、デンガンさんとかも含めて、出てる方々の魅力なんだろうなって思って、すごいお会いしたかったの。実際に、コラボ動画を撮る撮らないに限らずね。で、それが実際叶った形だったんで、まあ、自分のチャンネルの動画とか、花尾さんのね、チャンネルの動画とか見てもらってもわかりますけど、まあ、終始ニヤニヤしてるんですよ、俺。緊張してニヤニヤと嬉しくてニヤニヤでね。そう。だから、とにかく、感想をざっくり言うんだったら、本当にやってよかったっていうのが素直な感想です。うん。だし、まあ、花尾さんはね、もともと好きな方、ね、たくさんいらっしゃると思いますけど、いや、ぜひこれからもついてって、あげてくださいって言い方おかしいな。ついてったらいいです。うん、絶対間違いない。あの男についてったら。って、素直に思う。うん、ぐらいに、まあ、YouTuber としてももちろんそうですけど、一人の人として、すごく魅力にあふれる方でした。お二人ともね。あの動画、そう、質問にもあったんですけど、あれ動画どっち先撮ったんですかみたいな質問を何個か受けてて、あれはですね、花尾さんの方を先に撮りました。ドッキリ動画の方ね。そう。で、あれ気づいてましたかってのを聞かれてたんだけど、俺実はね、花尾さんの動画は結構もう見てるから、結構ドッキリされるじゃないですか。で、正直、事前に何しますかっていうのをお互いに話してなくって、で、会ってからちょっと話しましょうみたいな感じだったから、
こう、あの、ドッキリとかされたらどうしよう。でも、俺結構年上なんで、あの二人よりも。年上だから、年上だし、初対面だし、いや、ドッキリはないだろう、みたいな。で、行って、まあ、お家行くじゃないですか。で、行ったら、もうさ、緊張でさ、そのドッキリされたらどうしよう、なんていうのが、吹っ飛んじゃってて。で、実際ね、じゃあこういう風なやっていきます。だからみんなから質問集めたんで、って、こう、ツイッターのも見せてもらってたから、集めたんで、これに答えていく形でやっていきます、みたいな。あ、オッケー、わかりました。やっていきましょう。ちょっと自分とも相談でネタ被ってたから、あ、大丈夫かな？でも、花輪さん先取ってください、みたいな感じで始めたの。で、そしたらさ、まあ、ちょっと動画のネタバレになっちゃいますけど、もう帰ってくる質問の答えがさ、あれで、結局、花尾さんの方はね、多分3、40分撮影してたんですよ、実際に。で、編集してくれてあの長さになってるんですけど、あの、あれ以外にもね、ものすごい答えがいっぱいあったの。俺、あれもう、半大って何？半大までさ、もう、自分の学力と全然レベルが違うから、え？あ、マジ？え？みたいな。もうね、ドギマギしちゃって、で、しかもさ、もう本当に、もう、デンガンさんと花尾さんの掛け合いはね、もう、なんだろう。あうんの呼吸じゃないけど、すごいんだ。ほんと生で見ると。もうね、お互いが信頼し合って、ほんとに信頼し合ってるの、あの二人は。だから、テンポとか、もうなんか、素晴らしくって、全然もう入っていけないの、俺が。だからもう、ニコニコリアクションするしかできなくって、あ、どうしよう。俺、こんなんじゃまずくないって思いながらも、え、なんか言ったらいいのかな、ボケた方がいいみたいな、ことを思いながら喋ったんだけど、そしたらドッキリだったんで、最後あのリアクションですよ。どういうことですかって。もう心の底から思ったもんね。あれは。そう。っていう感じが、先に花尾さんの撮影で、で、自分の方その後にね、ネタバラシもして、もう安堵の気持ちで自分も始めたんですよ。で、自分の方は動画は15分ですけど、あれ、多分1時間ぐらい3人で話してて実際は、それを編集したんですけど、本当はね、ノーカットでもお送りしたいぐらいにいっぱい喋っていただいて、みんなのね、相談に答えてくれてたんだけど、まあでも1時間の動画さすがにまずいなと思って編集をしたんだけどさ。でもやっぱね、まあ浪人をされてるってこともあるし、やっぱ阪大に行くだけの努力をされてるから、し、まあね、二人とももう就活は終わってるんで、就職先決まってますけど、この先のこととか、ね、すごいしっかり考えてる。自分が大学生の時、まあもちろんね、陰性なんで、年は若干違うけど、もう全然異次元というか、違うところを見てる。うん、違うところに行ってるよね、もうね。っていうぐらいの人。で、結局、撮影以外にも、2、3時間話をね、ずっと花尾さんちで、これからのこととか、YouTube のこととか、ほんとね、真面目な話をいっぱいさせてもらって、いや、もう、なんだろうな、自分の話になっちゃうんだけど、まあ自分、ちょっと今年いろいろあって、ちょっとね、ひねくれてたんですよ、YouTube に対して。社に構えさというか、ちょっとこれ、Google の方と話をさせてもらった時にいろいろあってですね、そう思ってたんですけど、もちろんね、花尾さんのことを細かく言うのはね、良くないと思うんで言わないんですが、みんなが想像してる多分何倍も努力をされてます。そう、多分他の YouTuber さんもしかりだけどね。うん。で、それを話を聞いて、で、熱意を、情熱を聞いて、すごい感化されて、で、自分もごちゃごちゃ考えてたよ。で、投稿する、勉強動画を投稿することに関しては全然本当にすごい情熱を持ってやってるんだけど、その YouTube とか Google に対してすごい社に構えてたの。今年。なんみたいな思ってたんだけど、もうそんな吹っ飛んだよね。もうごちゃごちゃうるせえ俺みたいな。って思って自分に。そう。だから、やれることはやろうと思って。なんか、保守的、守りに入るんじゃなくって、一回きりの人生じゃん。で、俺もう32だからさ、そう、ね。なんつうんだろう。まあ、人生の折り返しってはまだ来てないけど、でもやっぱり YouTube やってる人間からしたらかなり年上の方になるからね。だったら、ね、勉強動画やってる人間もそんな多くないし、ね、自分の目標というか、ね、それを目指してるものがあるんだったら、人にバカにされようと、なんと思われようと、やってやろうってすごい思う。それは今でも続いてる。で、それはやっぱり花尾さんとデンガンさんと話させてもらったおかげだし、あの二人の、情熱というかエネルギーに感化されて、すごい思った。で、今日これ今、ダラダラジオ土曜に撮影してるんで、そのコラボ動画を投稿した翌日に今話をしてるんですけど、で、朝ね、今午前中撮ってんだけど、朝、みんなからのね、コメントとか、まあ、ツイッターのリプとか、動画のコメントっていうのを、自分の動画と花尾さんの動画両方見させてもらって、よりやっぱり一層頑張ろうって、
頑張ろうって思ったし、あん、なんだろうな、ここまで5年、まあ、6年目、5年間、丸5年間、やってきてよかったなって、すごい、思わせてもらいました。はい、改めてになりますけど、本当にありがとうございます。なんか、そう、自分はさ、イベントとかをあんまりやらないし、まあ、事務所に所属してないからね、何も無所属なんで、そういうのもないんですけど、でもやっぱ、すごいこう、ありがとうっていう気持ちが、また溢れててね、そう、なんかそういう伝えれる機会があったらいいな、なんて、密かに思ってはいるんです。なんかできたらいいなとかまた思ってるんですけど。でも、まあ、花尾さんとコラボさせてもらった感想って言われたら、そんなとこかな。本当にやってよかったって思うし、ただ、一個だけね、まあ、花尾さんにこんなこと言うことはないし、花尾さんもそんなこと思わないですよって言ってくれるとは思うんだけど、自分がお誘いした時は、あと登録者が自分の方がやっぱり上だったんですけど、花尾さんもこの半年ですごい勢いでブレイクをされてね、登録者もガッて増えた方だから、今はもう花尾さんの方が全然多いしね、登録者で影響度もやっぱり認知度も高いわけですよ。だから今回コラボさせてもらって、自分は正直花尾さんとコラボしてから登録者がすごい今増えてるんですよ。だから多分認知してもらってね。でも自分が花尾さんに与えれるものっていうのは多分その登録者とか数字の面ではないんだよね、ほとんど。そうで、自分はそこが本当に申し訳ないっていう気持ちが正直ある。そう、それは撮影する前からすごく思っていて、で思ってるからこそ、だからこそそのお会いして喋った時、お話しさせてもらった時に何かしら与えれるというか、なんだろう、気を使って話すのではなくって、ありのままを話す。だから自分の教育に対する思いとかも話させてもらったし、 YouTube に対する思いとかもね喋ったんだけど、でそれをね、花尾さん、デンガさんがどう受け取ったかなんて俺には考えることはね、その及ぶところではないんですけど、でもまあ多少なりとも、なんだろう、お会いしてよかったなって、まあ時間割いてよかったなと思ってもらえたらいいなとは思ってる。そういう面ではまあやり残したことはないとは思ってるので、だけどやっぱり数字の面、まあ YouTuber としての面ではちょっとね、不公平というか申し訳なかったなっていうのはあるんですけど、そんな言っても始まんないからさっていう感じかな。はい、すいませんね、ちょっと本当昨日の今日やったりするんで、すごいガッて話しちゃいましたけど、そんな感じのコラボでございました。結構ね、また花尾さんとコラボしてくださいとか、今回自分が初めてコラボしたことによって誰々とコラボしてくださいよみたいなのが結構あったんですよ。まあそれちょっと名前は伏せますけど、ここではとは思うんですが、まあどうですかね、まあ自分はこの教育の分野でやってるから、どうしてもさっき言ったように、その相手の方にプラスを与えられることがなかなか難しいんですよね。そうだから、なかなかね、そうコラボって言った時に、そう相手の方のことを考えると踏み出せないところもあるんですけど、ただ機会とチャンスがあった際にはぜひね、まあ自分からお誘いすることの方が多いと思うんですけど、何かまたできたらなとは思っております。ひとまずまたね、その下にも書いてありますけど、まあここで、ね、ご本人にも話をしたけど、 LINE とかね、Twitter で言ったけど、花尾さんとデンガンさん、そしてね、その動画を見ていただいた皆さん、本当にありがとうございました。本当にね、YouTube 頑張ってきてよかったです。よかったですし、今回動画を投稿するにあたってすごいドキドキでしたけど、本当にやってよかったなと思わせてもらいました。はい。ちょっと締め方がちょっとテンパってんで分かんなくなりましたけど、まあそんなところでございます。では、今回はハイチのダラダラジオ第204回、花尾さんコラボを終えてというテーマで、もう本当にね、自分の自己満足でダラダラと話させていただきました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。ではまた次回ね、何か喋っていきますので、もしよかったらそっちの方もぜひね、聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。